目木曜特集月の第2週は北海道アウトドアガイドの木村雅子さんと一緒にお届けしています。雅子さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日珍しく黒っぽいですね。揃いがさこのブローチね。はい、先週ねある npo のバザーで見つけてさ。さ、うん、あ、黒い帽子につけてカッコつけようと思ったの。 だけどさ今日テレビに映るんだったらつけた方がいいかなと思って <laughs> 動画も撮影してますからね、うん、だからね,ね何もないからしゃーないここら辺に首に巻いてさ <laughs> <laughs> すごい素敵ですよ白にもつけたんだけどこれが一番いいかなと思って、ね、確かに黒にね<う>映えますね、うん、わざと 出てきました。そうですか。うん、いや私がいつもね。さこさんにあの素敵にしてきてね。っていう割にいつも真っ黒でって<え>家出てね。思ってたんですけど、今日黒でコーディネート二人したような。あのね。カラスってさ話飛ぶけどね。そこで見たことある？はい。あの真っ黒が。 玉虫色に光るんだよそうすごいツヤツヤとちょっと,リンックと,、ね、とおしゃれなのかな。<laughs> えー、<laughs> ということです。特に函館山のカラス毛並みが <laughs> よくて色きれいなんですけれども。で今日スタジオにお持ちくださった、はい、お花も雅子さ,さん紹介していただいてよろしいですか、はい、あ私、はい、あのね 今日ねあの秋函館山の秋の七草紹介するのでね、はい、秋らしいものったらね根はでね今年ねすすき早いのささくの<ー>だからほら稲からから米と同じような花がもうついてんの、はい、そうですね、うん、米の稲と同じですよそしてこれはね友達の庭先でね見つけてね何年もかかってもらってきてうちに増やしたのはい。春あの秋一番に咲く可愛い花のはいお名前はお花の 聞くですけどわかりません、ね。<laughs> 聞くの仲間のようで,すです。そしてね、はい、あの今日気球ないから気球もき終わったんですよ。ええ、それでねふっと見たらこれ気球らしいからね。壁についてるね,ねお花の絵が。うん有利かもしれないんだちょっとしたら、うん、でもいやとこれに刺してきました。うん、はいつりが型のねかわいい花の絵がついた花瓶に刺して、うん、雅子さんがお花をお持ちくださいました。 はい雅子さんといえば先日あのテレビに映りまして「はい、NHK の日本百定山」はいはい、どうして雅子さんはあの番組が放送されることを教えてくれたのに <laughs> ご自身が出てると教えてくれなかったのかなって私は思ってるんですけどいやでもさメールしたよね。しましたよ見てくださいってえ。見てくださいとは言われましたけど <laughs> 出てますとは聞いてなかったんですけど。たまりもそうなんだけどさ <laughs>、はい 何日あの場合は1日だけの撮影で1時間も喋ってさ、はい、何分出るかわからないなんだけど「<laughs> プラタモリ」だってあと半日歩いてさ、はい、ちょっとでしょだから本当に映るのかなと思うんです、はあ、なるほどねでもね今回は私の好きなコースをね、はい、あそこから狙ってくれてできるだけ6月1日に撮影したんだけど、はい、あの今年あったかいから花のね出るのがすごかったの。 それでねぜひねそのコースを使ってほしいって洗浄機の方はねツツジのトンネルだとかね、はい、ああいうの使ってもらってよかったツツジも綺麗に写ってました、ね、ただあの私あの時期に援護柵とさ緑二輪ウが咲いてたかなとね、うん、ちょっとコースにはない花あ<れ> <laughs> なたかな,なんでだろう <laughs> ただ午後目まで行けばあったから <laughs>、はい、帰り降りてたからね、えー、だから。 どこで,以上ですそういう番組も放送されてラジオを聞きの皆さんも楽あ,あの、えー、まずですね今日のお話に入っていく前に、うん、前回のちょっと補足をしたいなと思って、うん、あのテニスコートうんぬんの話で、うん、ほら元町公園出てきたり函館公園出てきたり旧イギリス領事館出てきたりでちょっとこう、うん、お話がねごちゃごちゃしちゃったんですけど、はいはい、結局雅子さんあの話は何だったんでしたっけ私とで聞いてね <laughs> 思い込みってすごいなと思って、私、すっごい冷や汗かいだよ <laughs>、はい。それで、孫にもおしゃべり、泥棒って言われるぐらいしゃべるなって言われて、でね、自分ながらね、話を流してたんだけどね。あの、イギリス領事館です。テニスコートがあったの。あの、今、バラを植えてるところ、あそこがテニスコートだったんだっです。で、こっちの手前、あのハイテク,トクの正面に、あの、扉を見ると。 あの扉にユスデンの奥様が育てたバラを明治天皇にこう花束で差し上げるところのね、はい、その物語が歴史があるんだけどそれをもじってあの扉にはねバラがこうモチーフがのつ、はい、その正面から左に行ってテニスコっていうか今の。 あのバラエに行くのにはね、えー、そのちょっとシャロなんですよ、えーえー、そして本屋、はい、さんっていう人が当時設計したんだけどね、はい、あの時ねあの建物と今度行ってみてください石垣の石積み、はい、あれがねただの石じゃないよ色ついて綺麗なの多分道南のどうか松前、まあ、とかな分かんないんですけどねその色に合わせるために、はい、タイルをヨーロッパから仕入れたんだえー、そしてこう作ったんだよ、えー、っていうことでね ここにこういう日本固有種の花があったとか、はい、いろんなことを教えてくれた。あ、はあ、なるほど。うん、ちょっとね、元町公園のお話も出たり、バラの話が出たりして、うんうん、ちょっとごちゃごちゃしちゃったんですけど、<う>テニスコートがあったのは旧イギリス領事館ということで。うん、あの現在開港記念館になってますけど、雅子さん開港記念館お気に入りですよね。大好き。<laughs> なぜかというとさ、<laughs> はい、領事がリ,リュースでんだけど、初代領事っていうのはすごい評判悪かった。 あのイギリス領事から来たユースデン夫妻はさ日本の函館にいろんな文化を教えないな女の人に洗濯、はい、したりいろいろ教えるんだけどねやっぱり彼はさ熊代を招待して熊代さんがさいやあの明治7年のことなんだけど、はい、6年にこないだ函館で日本に公園作るってねおふれがてだけど、うん、公園ってどういうもんだってき聞くんですよね。ええ、そしたらイギリスの公園は そのみんながこう散歩しながらな行く人を眺めたり花を植えたりそして要するに、えー、病院の人に病院が必要ないように、はい、健康な人でもそういうとこが必要なんだよ、うん、ぜひ是非私のいるうちにこの開校した函館で世界に向けて作ってください、はい、っていうのがスタートなんで,すうーんで熊代が一生懸命頑張って市民を集めるやるんだけどね、はい、それより気に入ってんのがね <laughs> あの行ったことあるからぜひみんな一回行ってみて見てほしいの入ってすぐのとこにね絨毯があったんですよ初め、ね、開港の時ね、はい、絨毯なんですよね、うん、あここまで来<の>た時ねここてから、はい、開港の階段があって中を見るんですけどね平成20年頃に今のに変えた時にねまっすぐユースの部屋から2階に歩いてペリーが来たところのあれ歴史的にギャグにゃ方向で作ってあるわけ<ー>それで私としては語り部としては、はい 下から開けてくださいっていつも行くとねドア開けてこ,こからやる、ええ、<laughs> もう下からもう待つその絨毯で、うんえー、形を見てなぜ開港のためにペリーが来たとかね、はい、その時代のこの津軽海峡を越えて上海に行く航路を作るためにぜひ、うん、ここが必要だということとか言くとねだんだんこう分かってくるでしょう、ね。はい あれ展示逆でないかと思ってんです。<laughs> はい。でまさこさんは <laughs>、えー、好きゆえにそう思っているということでございます。はいう。さあ,あの最近のまさこさんのおさまいの住吉のあたりなんかは様子はいかがですか。いや今年もね年年って言っていいか知らないけどね。カモメってさ今大瀬黒カモメとかまあ私調べて海猫とかただのゆりカモメはここにいないでもっと期待ぐんですけどね。うん 5周ぐらい観察してたけどまずね今時期はね子を連れて、はい、あちこち連れて歩く時なんですよ。でその時っていうのはね大体2羽から4羽ぐらいも連れてる時あるんだけどね今年ね50ぐらいいるね成長の中にね1羽しかねココ<え>がいないのオオ<ら>大グ黒カモのウミの子もまだ見てない。へ<ー>ということはね、えーまあ、暑かったのと今絶滅危惧種になるって誰かが言ってるけど。 海岸に食べるもんないのよねん漂着もしないし加工屋も今ないでしょうそういうことで違うとこに行ってるかもしれないそれで寂しいなと思ってますそうですねそしてしまいにカラスがね親子で来てねい、ュッュッ,ュッ,ュッてないでのとここがさ子がさ母さん何がくれ何がくれてもついて歩いてるのんだからね時期的にはね遅いもんね。 それから二回産んでるかもしれないんですけどもわかんないよ二回だったら子いるはずなんだけど、うんはい、食べ物もないんですそういうことからねちょっと変わってきたねじゃあ気候環境の変化でいろいろとこう、うん、の例年とは、うん、植物動物のね様子が変わってきているということになります。 さあそして山の様子なんですけれども、はい、実は先日、雅子さんがすごいあの綺麗な函館山からの景色をお写真に撮ったものを送ってくださったので私はあのツイッターで皆さんにご覧いただいたんですが、はい、これ、今月の10日に、はい、あのロープウェイトレッキングという催しが行われる雅子さんはガイドのお一人として参加をされるんですが、はいはい、その下見にいらしたときのお写真なんですよね。ついでにね前座も 様子を観察したり、はい、それからああのすごい晴れてたのでいっぱい写真撮っておかなきゃいけないと思ってね、うん、あのロープウェイから写すのってはさ大体いい右寄りに町が行ってるよね、はい、こう右寄りっちゅうかでもねあれをね両元対象にね真ん中から見れるっちゅうのは占領時期だから。はい そうですよね函館山の,あの扇形だって見る場所によってはねその具合が真ん中から見るとね全く真っ正面になるあ本当だちょっと手前はね,ね草が随分生い茂ってますけど函館山あるでしょわざと写すんだけどこの奥がね本当は駒形が出るんだけどねそ,かそか私のカメラでは出ないねそしてこっちはどこなの はい、今ねお写真撮ったのいろいろと示してくださっています山頂展望台も合わせて見えてます。なのはい、だから迷っても、うん 北はあっちだったら、町はこちらっ,って、ガスかかっても降りれるが、はい、まあ、ガスで見えないけどね。はい、それでいい、そういう方向も見れる。あ、なるほど、万が一、函館山にこう徒歩で登山していて、ちょっと方向を見失った時の、そのこう目印になるっていうことですね。うん、北,北がこっちだよ、駒ヶ岳こっちだよっていうのはね。ねはい、まず見つけていただくと、うん、ということになります。そして、あの、海もさ、はい、気候が変わったっていうか、それと同時にね、一番今の楽しみはね。うん 秋のまあ今日はあの十五夜さんのすすき持ってきたけどね、はい、秋の七草函館山の秋の七草なんです。はい、というのを私が平成2年に函館山に来た時にあ宗像秀夫先生がね函館山には七草でも。 箱立てにしかない仲間あから、それを昔から七草と呼んでるんだよ。って今日写真持ってきました。はい、そうなんです。これこの前のその八えっと九月二十五間違った八月二十五日の日に下見に行った時に撮影してきたものですか？いやそれは全部ではない。全部前にとっていいのだけ取りだめてというのはね、七草だから一斉に咲かないの順番に咲くの。あ、そうで大体があのクズが一番早いと私は思うんです。まずクズです。下山口のところから。 あるところはねそこと西高の上の2号目のところを撮ってそれから戦場時期の戦闘司令室の下これはね多分2号目の西高の上で撮った写真ですはい崩ったらくずものくずだよねそうですね、うん えー、アメリカ行った時にね荒野をね植物でもよって,ってこれを送って植えた人がいてねな、うんとかデビルって言ってねこれね、えー、血を張ってもう他の植物を生えさせない特徴があるって聞いてきました。はい、うそうですか、うん、とっても色鮮やかでね綺麗す、ね、次に泣くのがね、はい、これがまたね今回残念な古い写真だけどね あのー、今回十日市に通るところなんだけど、はい、私萩通りって名前つけたぐらいねい江戸山萩がねトンネルのようになってたの。えー、がっかりしてね <laughs>、えー、かじきだってわかるちっちゃくなった。 うんうん、かじけてるっていうでしょよくこう寒くてちっちゃくなってるとかじけにってて、はい、ちょっとこ凍えるっていうか、うんはい、<laughs> そんな状態でこんなねな<あ>流れてないの、はあ、乾燥して枝先が死んだのかね分かんない、はあ、ちょっとこう縮こまっちゃったような感じになっちゃったんですね、うんうん、これはその流れるような時のね、ええ、あの場所によってはまだ残ってます、はい、いい時のお写真お持ちくださいました、うん、それから次にね、はい、あの入江山の一番名物はね ここね16番か17番の菅野さんのところはね昔はねささがなくてね一面にこれが生えてたの。お見な直し,しね、はい、ところが今ねささやぶが白くて、ねはい、<laughs> ちょっとがっかりですけど、はいにいその次にね見てるのが河原なでしこっていうのはね、はい、本当に激変したね。はい ロープウェイの、あのー、八五目からの石垣だとかすごかったんですけどねちょっと少なくなりましたけど場所によってはいいの咲いてますすごくね、はい、こ,これも印象的な紫色のお花、ね、ということになります続いては<そ>ヒヨドリバナヒヨド,、はい、ドリバナですね普通はねヒヨドリバナでなくね富士バカマっていうのが生るんだけど、はいえー、北海道にはないんですよそれとね あの本によってはね野生か野生のものがもうほとんどないっていうぐらい園芸種的に町の中にはあるっていうこと書いてあるの、ねはい、でこれね蝶々はねただの標本蝶と思ってね蝶々って虫あんまり好きじゃないんだけど <laughs> あらそうでしたかすごいでしょ <laughs> そしたらさこれはだってね高原の草原の蝶々なんだってね、はい、そして咲く花もそれにあってね北海道と東北のこう高山地高山地か、はい、高原にあるんだって。 マグレで写してたんだけど、はい、よく調べたらそんなこと書いてましたよ。波氷紋とか波氷紋蝶と呼ばれる蝶で、でねうん、ちょっとこう印象的なですね羽の模様が。うん 表柄のようななんだろうかそういうねあパタパタしてね動いて写真の写真ではさおあの内側の表に見えるところがほら明らかに綺麗な色してるのねそうですねあそうですね濃いオレンジ色ですけれどもこれ写真だと濃いオレンジに見えますが実際もこんな色ですかあそれは外側な外側と内側とあるのねはいそしていよいよススキなんですけどねこのススキこれ すごいちょっと早いと思うんですけどねこれはうちの畑のすすきだったけどね、はい、あの函館山のすすきってね穂が1回目真っ赤なんですよあそうなんですすすきでこうちゃがれた印象をねお持ちの方いらっしゃるかもしれませんが、うん、写真のものは函館山のものかなり赤いですね、はい、のそれでねあの 1>,、はい、1回ラジオで聞いたことあるけどねあの九州の方ではねその 光源がねその真っ赤に染まるのでねえび、はい、の殻のようだっつってねえ、はい、か殻高原とかってつけてるな、えー、そうですか、うん、そういうとこもあるんだね、はい、どういうわけか赤くて綺麗ですよ。はい、で<だ>このススキがどういうところでどういう景色のところに咲いているのかっていうのがね私のおすすめはい、はい、洗浄時期の、ね、こんな景色のところにそう この手前のみんなが見てる手前側のところ一面がねススキが原になってね、そしてね下山頃のね夕陽がこう斜めに入った時はねもう白い綿飴のような綿毛がこう風に揺れてすごい綺麗。そうですか。ススキの原が奥にこんなにね海と街が綺麗に見えるってこの間のテレビでもやったね。そうですね。はい、いい景色がね見えてました。 そしてこれが釣り金人参というね釣り金型のお花がこれもまた紫系で綺麗です。気球のね仲間でねあの函館山にはないから釣り金人参なんだけどね気球と同じよ釣り型で、はい、そしてねこれどういうわけかねもう他のものが枯れても横から出たこういう つぼみみたいのあるでしょそれがねもう頑張って咲いてる最後まで咲いてるずいぶん時期は長く楽しめますか長くの段々になってこれの仲間でねあの写真とかいろいろあるけどねまあ点在して少ししかないけどこれが一番代償的な花ですねはい釣がね人参ということになりますでおまけということで今回はあのロープウェイトレッキングということで往復はロープウェイでトレッキングをしていただくことになりますがまあいい 景色がロープウェイからも、ずいぶん天気いい日でしたねこの日のしね。そしてね、函館の人ってね悪いけどあんまりロープウェイ乗んないんでないか。そうなんですから。もっと言ってくださいね。私ね、すごい景色がいいんですよこの眺めがね。そうなんですよ。よく言ってもうちょっとゆっくりしてくればガイドできるんですこの下にね水道局のあのねイギリスから取り寄せた噴水の模型ですけどねそういうのとかあったりね。 で、ほら、眺望をやる、デッキも入れるのね、今。そうなんですよ、排水場のところに。だからね、はい、ぜひ乗ってね。今度の試はあの、特別便が出るようだったら、ゆっくり。こういう、交換してもみたい、<laughs> たちまち見下げるものって、すごい綺麗ですよ。そうなんですから。ね<ー>、<もう S 1> だからぜ、ね、ぜひ乗って、あね、一度はね。 1> 1年に1分ぐらいい季節を変えてて乗ってほしいですね、はい、そうですね季節とか時間帯を変えてね、うん、乗ることによってまた随分と見え方違うかなと思いますが、うん、10日ご参加の皆さんは是非ね一緒にこういう眺望や植物楽しみたいと思います。うん で、もしかしてお聞きの方の中にも10日参加するよっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、気候が良くなってきたので、山登りしようかなって思う方いらっしゃるかもしれませんが、はいうん、今くらいの時期だと雅子さん、服装や装備ってどんな感じで山に登ったらいいでしょうか、ね？神田の差が激しいからね。はい、函館山っていうのは周りが海のためにあの風とか天気が変わりやすいのね。それはもうペリーが来た時から言ってんですね。はい、だからあの。 半袖で言っても今ねあの蜂がさミツバチマヤでないけど <laughs> メスが分岐して <laughs>、はい、みんながついいく死んじゃったりついていくのもあるし、はい、巣を追われて迷ったのとかねもういろんな蜂が飛んでるのね。はい、それでまず蜂がいるのでね雨食べたり特にブドウとか梨とか匂いのするね皮のもの捨てないでほしいの。はい、それとねあのできるだけ これからはね2時までに山を降りてほしい時までですかというのはね今ならまだ油断してもいいんだけど大体いい10月になって2時になったら日が傾くでしょと急に寒くなのだからね冬なんか特にそうだも,うもっと早く降りてもいいぐらい温度そう,そうするとね体感温度がね違うの。はいそ 里と上では垂直分布ではね大体3度ぐらい違うそんなに違いますかそれで風向きが「山瀬って言って、はい、南東の風と北西の風ではね、はい、そのコース洗浄時期歩くか、はい、それから急度歩くかによって風の当たり方も違う。うんだからね特に私は海だから、はい、満潮干潮の時間を見て、はい、登ったり。 海岸線通ったりするのねそれによってね満潮になるとね、うん、どういうわけかね波が押し寄せてくるのでね風もついてくる、はい、そういうこともあるからねやっぱり油断しないで、うん、冬なったら家でいる時より一枚多く着て、うんはい、風の通さないような昔グランドゴールトっつったかな何ていうの言うウィンドブレーカーってグ<レ>ーでそ登ってくたんい、はいはい、靴はね。滑ると思ったら あのー、昔は荒縄で滑ったし、うん、売ってますから、はい、そういう滑らないものねそういうものを持って用ししてほいいと思いますす、はい、そうですね函館山の,あの、ね、大きさだからってあまり油断することなく、はい、もうあの蜂の対策とかあの寒さの対策などしてお楽しみいただきたいのと、はい、決してこうなんかあの、えー、食べながら歩いてから捨てるとかねそういうことがないように、うん、ちゃんとゴミは持ち帰っていただきたいなと思います。うんあとね 蚊がしつこいよね、函館山。蚊ですね。はい。体がそうできて。うん、あの、種子屋より私はね、蚊、はい、取り線香の方がよく効くと思う。あ、そうですか。周りの人にもこう、はい、飛んで、あの匂いで、ねええ。はい。だから一目蚊取り線香下げて。うん。今そういう猫を持ち歩けるようなものなんかもありますので。うんうん、工夫しながら。安全に楽しんでいただきたいと思います。はいはいはい さあそして今週の土曜日9月10日は中秋の名月で十五夜さんで今年あの、えー、満月にあたりましてちょっとお月見の話も雅子さんとしたいなと思うんですけれども、えー、私ねあのー、ちょっと今日資料昨日またね本当にイルカさんのおかげでね頭リセットしてねいろいろ読んだりするのが楽しみで夕べ12時までこれ読んでて面白いからね。はい あのう白公園やってた時に白、ね、旗八ッケっていうのがあってね。はい、それを書いた人がね、あの最後の白奉行所のね、鈴、はい、浦バイタンっていう人が描いたね。えーはい、皆さんこれはよく見てると思うんだ。はい。<ら>公園のすごくね、ねあのー、立派な資料を持ちくださいましたけども絵図、ねね、がはい。白旗公園やうって書いてんだ、ね。はい。公園の全景の。ね、はいここある、ね。夜ね。 一回見たことある霧のかかったようなね日にね函館公園行ったらね素晴らしいね桜にこうかかるその風景がね、えー、でそういうのをね函館発見っけてこのほかにね、えーはい この前函館で有名なガイドの人に函館発見の人の話で昔七彩橋とかもあったしガンガン寺とか、うん、それから大森浜の,あの海岸は江の島のようだとか、はい、そういうのがあるんだよったらね、はい、聞いたことないって言われてさあら、はい、ちょっと思い出し直してください。いやでも1978年の資料を雅子さん随分ん綺麗に保存してね私たおですね。うんと 33歳の時勤めたのそしてねその調べた時にねいっぱい昔一緒中学校だからさその辺走って歩いてたんだけどガイドとなればこれ調べなきゃないからそうですねちゃんとね調べて確かなことをお伝えしなきゃいけないそれでね全部持ってないのねそのバイタンさんがねこの絵ねよく見ると思うんだけどこれはね 歌を書いてることを知ってね、はい、この人の歌をね監視なんですよちょっとカメラにも向けていただいて私みたいなもの読めないので高校の先生とかいろんな人にも誰も訳する人がいないの、はい、最近これをね詩吟で歌ってくれてる人がいるっていうこと聞きました、えー、え、詩吟でですかで<も>何回か歌って私まだ聞いてないんですけどねそしてこの人がねはい。 どういうふうに描いたんだろうっていうことを調べたんだけど、函館のその発見は載ってなくて、いろんな絵は載ってるのね。はい、で彼はね、函館発見の一つにね、たちまち岬の秋月これを描いたの。秋月秋の月ですね。うん、でちょっと銀行す、はい、気の探してけないあったんだけどね。そしてね、私どんなに綺麗かと思って見に行ったの。はい。完全見で終わり。あのね、月の日で波のないしにね、皆さんあの日の出町の方の 海岸から見てるる人いねあれと同じにねギンギラギンに海が光るのそしてこういうすすき越しにその海が見えるのそしてその海の海面がねキタシタシタッと光る光景見た時にねすごいなと思ってある時札幌の美術館に行ったらねんだっけ平山郁夫のね深海曼荼羅ラという絵を見たのこんな大きい絵にね。 海でね人形を中心にねいろんな魚が金色になってこう海面を曲がってこう上がってくるような様子もうそれとぴったりだなと思って是非そのね、はい、マンダラも見てほしいけど、ね、たちまち岬今ね解放して大きい声で言えないけど、はい、歩いても車でも行けますから。はい どうぞ皆さん安心あの安全にね配慮して気をつけてお出かけいただきたいと思いますしもちろんそのたちまち岬もそうなんですが機会があったらの平山イクを深海マンダラと検索するとな画像がね出てくると思いますすごいいろんな魚とか人形がね混じってて面白い見素敵なですよねその光に誘われてこう上がってくる様子がわかるのねそれでね週月中とね私がいつも思うのはね やっぱり戦後ですよね、うん、法来町にね鍵盤とかあったと思うんです、はい、そのね黒い着物を着たお姉さんたちと活服のいいあの立派な人たちがね、はい、その日にたちまち三崎にどんどん来るんですよ<ー>そしてね今はあの駐車場になってるけどあの辺草原だったからそこでね野立をやったりそれから宴会をしたりしてね、はい、楽しんでる のが何回か見たことある。ずいぶん風流なことされてましたね。戦後なんだわ。戦前だったらあの要塞だったからね。それでね裏の別京のおじちゃんがね朝なったらねマサコ行くべって誘いに来るの。何で行くかっていうとその夜にさ今見た外食ないんだから。センスだとかお金とかなんか忘れ物があるんですよ。なるほどね。それをしろってセンスしろってきたことある。はい。 時効ですから、<laughs> <laughs> そういうことも雅子さんが子供の頃に言われましたから。<laughs> うんね、はい。次あったら月見草の話、うん、していい？はい、ぜひ月見草もね。うん、はい。昼のお写真から行きますか？は,はい。はい、あのね、それはあいいね。私がね、あこっち見ればいいんだね。 私が子供の頃ねうちの前の童貞にこれがいっつも咲いてね朝起きるとこういうふうになってんの、はい、これはしおれてるのさ朝はねしおれてるんですかそ,それがね私にすればね、はい、全く元気のない花でね気に合わなかったのお前が元気のない花でってね、うん、いつも私に切られてたの、うん、そうしたらね山、まあ、あの公園に勤めてる53年の頃にねある本を読んだら、はい、この花はまあ 江戸時代に観賞用と来たものが野生化するんだけどね、はい、日の出と日,あの日没に咲いて。 から開いて、夜中咲いて朝に作地ごとを書いてたの、うん。はい、今開いた状態のお花も見ていただいてます。実は夜に咲いて、夜が元気なんですけど。<れ>じゃあ、お花のね、部分の大きなお写真もご覧いただきましょうか。うこんな風に綺麗な黄色のお花が大きく花開きますが。ううん、これは種類はね、はい、例えば、荒地松湯草だと思うんですけど。三種類ぐらいあるのね、今函館にもあるんだけどね。大門、はい、に行くと、もっと大きいなんだけど。松湯草でも、荒地松湯草とか、うん、あの、お松湯草とか。うん いくつか種類があるってこ,とです、ね、これから、まあ、大門の,あの広小路の手入れの知らない、うん、あの町のとこによくさいてるんですけどね、はい、そうしたらね私本当かと思って土手から取ってきて瓶に刺して飾ってみたの、はい、そうしたらね、うん、夜なのに蛍光灯の下でだんだん咲いてね、開いたのそしたら「あっやまったさもうごめんね」ってあんたを知らない <laughs> んね <laughs> 知らないばっかりに <laughs>、うん、あんたをいつもいじめてたけど。はい 本当はあんんた夜いてなんだねって、はい、そしてね私の好きな虫だけどガなんだけどねたった一つだけ好きなのがね <laughs>、はい、それ夕方になるとさホバーリング見たくしてね飛んでくる虫がいるの、うん、セミみたいな体型でそしてねストローが長くてこのストローの中にこう入ってミスすんだね。そそののの来る虫の こののに来るだっった謝、ね、もうこれからね、はい、それからもういまだに花の勉強とか、うんえー、花が咲く環境とか、はい、まあそうですか、うん、いやでも本当にその、えー、草花のこととか自然のことって、うん、どんなに勉強しても尽きることないですね。<laughs> だ,からだんだん面白いからね、うん、会話できるよねそうですね,ね気化植物なんか見ると、ええ、お前は国に帰りたいのが太平洋はあっちだぞとかさ <laughs> ねよく来たねとかね <laughs> 本当は弁悪なんだけど <laughs> いや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 そんな風に自然と親しんでいるまさこさんです、うん、あ,あと最近こう夕日がすごい綺麗だっていうねお話も教えてくださいましたけれども<あ>どのあたり何時ぐらいに見てるといいですかねあのね五時ぐらいからね、うん、すごいね この天気にもよるんで、ね、湿度とかなんかによってさ、はい、そして金森菜の,の辺からも、うん、眩まぶしいぐらいにあの昔でいう七菜橋なんだけどね、はい、見えるんだけどね私たちの場合はね屋根に上がって写すんですけどね函館山の西側からだいたい港側にかけて真っ赤になるうんです、ね、ど、はい それがまた海に反射して海がね紫色に見える。あ,あそうですよね。うん、ピンクがかった紫色みたいなね、週末あたりもねちょっと綺麗に見える日がありましたけれども。<う>ね、だからあのたまにね家に前に立って人周り見てください。はい。それから月もねその年によって。 日没前の4時頃からね白い月がこう東のところから出てくるときもある、はい、その時も大きく見えるときもあるし小さいともあるねうんそうですねうんだからね、はい、そういうこういう時期だからそういうものをうんとこう楽しんだ方がいいと思う、うん、もう秋のね、うん、もういろいろと草花自然と楽しみがありますので、うん、ぜひ皆さん今のねこの時しか見られないものたくさんありますので<う>見逃さずにいろいろとあのご覧頂ければと思います。はい、じゃあ子さんは日日の日 あのどうぞあのロープエンドトレッキング、ね、ね多くの参加者の皆さんとお楽しみいただければと思います,す、ねあの。花は誰でも説明できるけど、要塞はね、もう調査した人は私一人になっちゃったから。はい、頑張ってみたいと思います。心して私も聞きたいと思います。<laughs> 木曜特集、えー、今回はですね、えー、北海道アウトドアガイド木村雅子さんとお届けしました。雅子さん、どうもありがとうございました。